バシーリー・ベルズツキーは、ロシアの元サッカー選手、サッカー指導者。元ロシア代表。ポジションはディフェンダー。現在は、ロシアサッカープレミアリーグ FC クラスのダールのアシスタントコーチを務めている。2000年、トルペドジルモスクワで、17歳ながらもプロデビューを飾る。2002年にチェスカモスクワに加入。 2004年に加入したセルゲイ・イグナシェビッチとはコンビを組むことが多く抜群の相性を誇る。189センチメートルの長身で空中戦が得意。サイドバックやウィングバック、サイドハーフとしてもプレーすることができる。クスカではリーグ戦優勝、カップ戦優勝に貢献し2005年には UEFA カップ優勝を成し遂げた。2011年12月7日、 UEFA チャンピオンズリーグ2011から12グループリーグのインテル戦では後半41分にコーナーキックからのセンタリングを頭で合わせてに得点を決めた。同時刻に行われていたリール対トラブゾンスポルの試合は引き分けに終わり、一方のクスカは2から1のリードを守りきる試合は終了。チスカ・モスクワの決勝トーナメント進出に貢献をした。 2018年7月21日、双子の弟のアレクセイ・ベレズツキーと共に現役引退を発表した。2003年6月7日、スイス代表戦でロシア代表デビューを果たした。2007年9月8日、UEFA ユーロ2008予選のマケドニア戦で代表初ゴールを決めた。UEFA ユーロ2008ではベスト4に貢献した。 UEFA ユーロ2012予選では、アンドレアルシャビンと共に、全10試合先発出場を果たした。2012年5月11日、UEFA ユーロ2012に向けた、代表候補の26人に選出されたものの、同月20日に、太ももの負傷により、メンバーから離脱することになった。2014FIFA ワールドカップに出場するメンバーに選出され、 怪我で離脱したロマンシロコフの代役としてキャプテンに任命された。選定の理由が英語が話せるからとのこと。なお弟のアレクセイは予備登録30人に選ばれたもののクラブで出場機会を減らした影響もあり23人に選ばれずバックアップメンバーに回った。現役引退後は弟アレクセイと共にレオニード・スルツキー監督のアシスタントコーチとして SBV フィテッセで指導者としてのキャリアをスタートさせた。フィテッセ対談後、キャリアを通じてアレクセイとは初めて別々の道を歩み始め、2020年8月にビクトル・ゴンチャレンコ監督率いるチェスカ・モスクワのアシスタントコーチに就任。2021年2月にはアレクセイも同チームのアシスタントコーチに就任した。2021年4月6日、 ゴンチャレンコ監督率いる FC クラスのダールのアシスタントコーチに就任した。ありがとうございます。